はい、みなちゃん、ゲームイズ、ナウシカの方です。はい、皆さんこんにちは、しおです。というわけで、はい、まあね、新元号、はい、これ、令和も発表されたということで、はい、ちょっと最強ランキング、最強キャラランキングを僕らもちょっと更新したいなと思いまして、はい、ちょうどもう4月1日にね、これフレッシュに出そうかなと思いまして、うん、今回令和らしいですよ。令和、令和、あ、令和、言い方、あ、そうなんだ自分まだその、うん、あ、文字面しか見てないからかな、言い方わかんないことは、令和なんだ。令和らしいですよ。令和なんだね、はい、令和じゃないらしいですよ。あ、令和じゃないんだ。令和らしいですよ。むずっ、はい、巻き舌で令和なんだ。はい、令和らしいです。むずっ、はい、はい、というわけで今回キャラね、まあ、2人でこれすり合わせてきたんで結構時間かかりましたね、まあ、うん、時間かかって結構ちゃんと考えましたね。で、多分皆さんももうこう玄関鏡の最強ランキングはこれだっていうこと、ところで、多分異論は ほとんどまあないと思うんですけども、10位からこれ発表していこうかなと思います。はい、第10位、まあこれはね、こいつは結構入ってる人多いんじゃないかな。そうね、うん、誰が言っても入ってくるかなと。はい、今回でも10体もうピンポイントっすよね、うん、夜ね、ラ中心化かなっていうところで、うん、ですね。まあカルナックサンライトシャワーが強い、強いっすね、うん、カルナックサンライトシャワーはこれがプラス4はちょっとやりすぎっすね。プラス4はやりすぎ、うん、これプラス20ぐらいじゃなかったと思うもん。プラス4、確かにこれプラス4なんだ。だってなんでプラス4であんな威力上がるんですかね12ターンで16ターンですぐ打てちゃう、うん、うん、でこれこの前方広範囲がマジで広範囲だから、うん、当たらないことないし、ないっすね、うん、結構離れてても届きますね。届く、割とね、そう、頑張ればね。で、キラーも入るでしょ、うん、まあ壊れ、うん、ね、これそうだよね、うん、で、ファンもやっぱ多いし、うん、これやっぱ今玄関鏡ぶっ刺さってるね。ぶっ刺さってる、ぶっ刺さってるよね。ぶっ刺さってますね。ビシャモン展開とかもう超かわいそうですね、うん、あれさすがにラーは対策してこいよって思いますもん。ビシャモン展開ラーほど対策されてないけどいないんじゃない、うん、でさ、あれ爆発でしょ、うん、もう一個爆発って言ったらもう、まあ、本気もやりますよね、うんうん、無敵だからな、長距爆発、はい、まあでも結構ホーミングはホミキューが敵って言われてますけど、うん、爆発で勝利もできるんで、これで水属性ギラ持ってるのがおかしいもん。おかしい、これはでもちょっと本当やりすぎだと思うこれはおかしい、うん、だから遊撃とかつけたりね、チビ足とかつけてめでたりもできるし、いいですね。これは本当恵まれてると思うよ。イラストも可愛くて、イラストも可愛いし、ね、ステも高くて、うん、はい、相当すると思う。はい、はい、来ました。こいつもおかしい、はい、起源激散ライブ、起源激散ライブが、はい、うん、なんで13なのこれ。これ最初13ターンで多分12だと強すぎたんじゃないですか、うん、これだってムーより強いよね、うん、ムー重心化の SS よりも強いよね、はい、はい、ディルロッテすればムーより強いです、普通に、うん、でまあね、プヨ、うん、絶対やれるファンだから、うん、プヨ絶対やれる共闘士。いやマジそうっすね、うん、最近やっぱプヨのクエストもちょっと増えてきて、うん、困っちゃうもん、だってプヨが来ると、はい、先見たままプヨだったじゃないですか、うん、はい、でビーラもプヨ貫通タイプのね、うん、高校ビーラ、ね、そうこれ強いよね。こいつは強い、こいつも爆発持ってるでしょ、やっぱり爆発持ってますね。やっぱ強いキャラは大体爆発持ってるから、こいつ超爆発、ね、確かにそう言われてみると結構ありますね。そう、エナサーで、ね、倒せなくても超爆発で、うん、結局ルシファーキラー持ってますからね。あ、本当だ、うん、やっぱ強いやつはキラー持ってるね。持ってますね。でルシファーに爆発ついてるようなもんでしょ。そうだ、そうですよね。で聖騎士も合わせやすいし、うん、レベル99パワー型も多いから、うん、貫通のパワー型って言ったらもうだってね、今時代作ってるから。いや結構作ってますね、うん、本当にマジそれは。リン2はこっからゲージだもんな、こいつ32000から。リン2も止める気ない、止める気ないっすね。運営は本当気に入られてる、うん、言い方変えると止める必要がないそうですね、はい、まあね、情報修正なんで入ったのって話ですからね、うん、そう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 、いや本当そうだよね、うん、そう言われてたもん。なんで入れなくていいじゃんって。他の救えよ、うん、小鉢とか救えよ。入れても入れなくても、うん、ヒミコ小町を情報収集しましたですね、はい、はい、次、うん、ここはでもね、今意外に、うん、あ、意外に入れない人もいるかもしれない、入れない人もね、いるかもしれないけど、うん、あ、いた、はい、これはね、あ、こいつはまあ進化も神化も、うん、どっちもそうですね、うん、ありえないね、うんうん、最近だとマジで、うん、うん、でこいつはまあ EDO がね、うん、だいぶ EDO ですよね、 ED がだいぶだから、うん、拡散弾 L2 結構レアっすからね。
ほんと最近使わないですもん。ほんと結構使わなくないですか。L2 結構すごい。2は相当だよ。いやここ拡散だって。2でやれるからついたわけでしょ、やっぱ。まあそうですね、十分じゃねえか。2以上、うん、3以上つい、つかずとも2で十分だよっていうね、はい、うん、まあありますね、うん、なんですかねこの人は。まあスライムと戯れてるんですかね、まあ、こいつはちょっと言うことないかな。言うことない。これ以上、まあ、これ以上説明する必要もないかな、うんうん、この人は。次、これもなかなかやってますね。これもなかなかやってる、うん、家康はね、俺あともうちょっと運極なんで。あ、絶対じゃん、はい、超絶対じゃない、うん、はい、こいつはおかしいでしょ。これはちょっとやりすぎですね、うん、だってキーブレード持ってるよね、はい、うん、だってもう、うん、しかもこいつキングダムハーツより先ですからね、うん、最新発売の。で、大概歯車あるやつやっぱり強いって言われてるし、うん、大概歯車強い、うん、クロノスって名前がもう強い、うん、それはそう思った、確かに最初クロノス、やっぱ神族が最強、モンストにおいては神族最強の種族なんで。まあ神ですからね、正直そこもらってるだけでもだいぶアド取ってるし、あと時空の剣が、うん、まあ結構出た時から言われてますけど壊れ、うん、これほんと壊れ。自強化して弱点ヒットマイって、だってこいつしか持ってなくなかったっけ。いやそうっす、ほんとに実質みんな止まるんですよバカだから、うん、あのこれ止まんないんで、うん、ほんと。あ、止まるか、止まんねえか。いや、わかんねえや。あんまりね、ちょっとやっぱこれ使うとぬるげになっちゃうんで、うん、あんま使わないんですよね。そうね、確かに、うん、あんまそれで使われ言われちゃってるもんね、うん、そう、そこで使うとマジ終わすとって言われて、うん、クロノスは結構避けがち、避けがち、確かに、うん、だから小学ルシとかアリスとかが選ばれがちなとこはある、うん、で最大レベルも99までいっちゃうから、そうこいつの場合はね、いっちゃうんでね、うん、結構あれっすね、こいつ。そう、壊れだよな、うん、だよね。いや、セクシーローラー、これはそりゃそうだよ。下3体運極になったらもうそ全クリじゃん、もう、うん、まあ最強クエ最高難易度いけてるよね、うん、弱点ヒットマヒだよなやっぱ。これもすごいっすね。おもちゃのおもちゃ箱いける今。確かにかぼちゃのおもちゃ箱いけないでしょ。多分ルーシアリスですら入ってないですよこれ。マジで、ね、ジャックは多分入んない。獅子舞って誰誰だってこれ令和だったらいけるってことは、まあ、あの最強難易度の歴王いけるかもしれないよ。歴王のあれ、確かに実質新地の戦役いけるのもいいですもんね、うん、歴王にいけるってことでしょ。あと弱点があれば誰でも麻痺できるってのがでかい、うん、こいつだってイラストの後ろの骸骨が物語ってるもんな、うん、ね、最強具合を今まで倒した敵の人数を物語ってますよね。一つ、はい、これ結構新しめですね。これ新しめだね、うん、はい、はい、こいつですね。こいつは、うん、まあこれ6位、今6位だと思うんですけど、うんうん、実質1位だと僕はね思ってたんですけど。あ、マジですか。やっぱね、マイティジャグがまあ、うん、強い。マイティジャグはね、マイティジャグは言われてたと思うんです、うん、当時からね。これがすげえ強くて、うん、自分結構その電気攻撃が好きだったから、うん、マイティジャグはずっと使ってた当時、うんうん。あとスピード350ぴったりってのはおマジで操りやすい。これね、はい、確かにだって2倍のバフかかったら700ですから、うん、扱いやすい、うん、350ぴったりはすごいね。いやマジこれはね超でかいし、ユニオンキラー刺さないし、ぴったりバフみたいなのあるもんね。ありますね。もう350ならそこ止まるんで。これマジやべえな。だいぶ違いますね。だってライデンエナジーだからね。ライデンエナジーも20ターンの20ターンのライデンエナジーは、うん、ちょこれも、うん、まあ壊れ、うん、壊れっすね、うん、ライデンエナジー持ったリコールみたいなとこありますから。そうフレアでしょ、うん、ホゲフレア。友情重心化リコールでイラスト重心化細胞だからこれ、うん、確かにね、うん、それやばいっす、ね、それやばい、うん、でライデンエナジー持ってるでしょ。でユニオン、やべえな。ユニオンこっちやっぱやばいね。得意る常備だもん、ね、こっちそうやべえな、初期設定めっちゃやべえな、うん、だよ ね、まあ、ねやっぱりね。そうなるよね。それはズーもいけちゃうわ、うん、いくわね。だよねやっぱ。あ、まあそうよ、ね、うん、しょうがないね。まあ壊してるよね、こうみたいな。これは壊してる、うん、多属性多分いろんな属性でもう孤立が猛威を振るってるっていうのは、うん、ここ見て明らかですよね。明らか、はい、誰が見ても明らか、うん、これ明らかっすね。はい、
まあ、トップ5にこれ追加入ってるんですけど、ここからちょっとね、うんうん、また次元違うかな、話違うかな、はい、ちょっとだから、うん、こっちは紹介できれば、OK、若干みんな引いちゃうかもしれないですけど、うんはい、ですよねみたいな。さてサスケ、トリプルアビリティ、うん、まあこいつはまあやばいっしょ、うん、やばいよね、うん、こっちっすかね今は、うん、エデンで入れてない人いないよね。いない、うん、まあ入れますね、うん、こいつは心配なるもん、入れてない人のツイート見るとね。そう、これはやばいですね。これはほんともう、うん、陰キャ闇の暗殺ガマ、うん、この SS もかなりやってます、うん、やってるし使いやすいし、あとこの攻撃力が2万いかないっていう控えめなところもかなりいい、うん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 、今やっぱ逆にね、うん、低い方が評価されるっていう時代になってるから、高すぎるとプヨをワンパンしちゃうと簡単すぎるから、そう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 、あんまりワンパンしたくないっていうクエスト結構増えてるんで、ね、うんうん、あと今あえてワンパンライン乗せないみたいな流行ってるから、ね、あるある、ね、結構ありますそれで、逆になんか、はい、乗ってないでしょみたいな、うんうん、やり方する人いるから、あー確かに乗ってねえねって乗せてんのね、うん、あるよね。この前のね攻略とかでも僕ら初見攻略やらせていただいて、そうそうそう、そういう時もなんか乗せる時にやっぱコメント欄荒れちゃって、荒れちゃうからね乗せると、うん、なんで乗せんだみたいな、うん、やっぱ入ってほら、うん、エデンやべえね、それはこれ熱いね、熱い、うん、うん、みんなも同じだったってことも、うん、いやでもやっぱ超絶超絶爆絶撃力ってなるとほんとすげえな、うん、そう考えるとこっちも強いですよね、こっちも強い、うん、こっちも陰キャなんですね、こっちもそう、うん、アジン族でアジンキラーだから、うん、自らのキラー持ってる、そうですね、確かに自らのキラー持ってるのは珍しくない、珍しい、確かにバカなんですかねまあでも情報修正組なんでね、拡散弾も L3 と、そうそうそう、さっき L2 でしたけどこっちはまあ L3 になってるんでなんまあ、そうだよ L3 だ、ほんと一歩多く出せるってのはかなりだいぶ違うよ、だってだいぶ違います、16方向で一歩違うってもう、はい、だってやばいよ、16本違います、16本違う、やばいね、はい、じゃあ、はい、続いて4位、はい、これはね、ちょっとね、こいつはやばいでしょ、だって唯一あれかな、うん、いるだけで強いって言われてるよね、パーティーにいるだけで強いって言われてプロメテウス、はい、バーベキューの材料全部にキラーが入るっていうのも、うん、まあ評価されてるところですね、うん、鳥族って言ったら結構モンストでも1位、うん、2位、3位ぐらい多い種族なんで、ひどいっすね最近の鳥ゲーは、言われてるもんな、うん、やめてほしいもん正直、うん、いや、やめてほしい俺も、うん、鳥キラー持ってるやつがだって少ないから、少ないね、なのに種族が多いっていうね、やめてしょ、ゴッドフレームよこのゴッドフレームよ、本当にやっぱこいつ強すぎてジブリにも出演したらしいですからね、あーやっぱりそう、本当に、ね、まあ、なるよね、やっぱね、うん、であれでしょ、全方位ショットガン、うん、まあ、最近やっとね長距離全方位ショットガン出たけど、うん、まだ全方位ショットガンの方がこれ強いんでね、そうですね、長距離つけりゃいいってもんじゃないから、長距離つけ、そう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 、うん、100発全方位、うん、これはやっぱりねカバーできないもんないね、マジでね、うん、もうあの範囲が違いますよね、範囲が違う、正直そう、普通のショットガンとかよりは、うん、でこっちはこっち破滅へのカウントダウン、うん、もう破滅へのカウントダウンでなんか、うん、カードゲームとか出たらなんかもう場のやつ全部持ってくよ、はい、こいつ歩くビジャバンって言われてますから、うんはい、こいつはもうたまったら最後、たまったら最後、たまったら勝てるんでね、たまったら勝てるんでね、だよね、やっぱね一色やなだよね、一色なんだよな、やっぱね、まあ、うん、ね、うん、倒してほしいところを倒してるなと思います、うん、間違いない、はい、敵か味方か、うんうん、グリーンファントムとか当時あのハッカーのために周回しなきゃいけなかったんで、うん、マジ助かるグリーンファントムってすげえ違和感だ、うん、PC 確かにグリーンファントム、うん、確かにハッカー周回入れてたっしょ、だって1番じゃなかったっけ、1位じゃなかったっけ、火の間違いない、間違いよね、間違いないです、はい、ビジャバン強い本当やっぱビジャバンはね強いっすね、うん、やっぱ全員鳥族だ、確かに全員鳥族、そう言われてみると全員鳥族、全員鳥族入ってるよね、確かにやっぱり、うん、はい、うん、3位入って終わり方3位、もう3位か、もう3位だ、3位はさすがにこっからちょっとね、あ、3、2、1は鉄板やな、これ多分もうもう多分これ見ないでコメント書き始める人いると思うよ、あ、いる、うん、3、3、2、1は、うん、3は特に結構インパクト強かったですね、出てきた時インパクト強かった、う
来ましたね。はい。いや、インパクトやばかったですね。いやー、うん、初だよね、全属性キラー、実質全属性キラー、はい、マジで初です。これはこれはやばいよ、うん、これちょっと今回だから紹介したくなかったんですけど、あんまりね、うん、気づかれちゃう、気づいてない、うん、そう、気づいてないという闘神キラー L、 実は他のモンスターにも全部キラー入るんですよ ね、うん、ね、隠れアビみたいな、隠れアビ、レイ進化前のにレーザーストップついてたみたいなですね、うん、あと触れた最初の敵で爆発した時に、うん、周囲の敵巻き込むのもかなり大きい、うんうん、言われてたよね、あれソロモン進化じゃないって、そう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 、うん、まあ、だからキラーノって実際ソロモン進化ぐらい火力出せることがたまにあったりしなくもないんで、うん、結構いいですね、うん、不死身の英雄っていうのが ね、うん、名前も超良いかったっすね。いや、闘神キラーまあ強いんだこれ、うん、強いね、まあ、パワー型とは思えないですよ、ね、うんうん、まあ、さっきもね、拡散弾 EL3 とかだったんですよ。5でしょう、超強貫通拡散弾、これは強いよ、 EL5 マジやばい、キラー乗ってキラー乗るんすよね、これは強い、クロスウェーブもやばいっすよ、うん、本当に。これなんで出したって、なんで出したって言われたもん、いやマジ本当にみんなが言ってた、なんで出したって、こっちとかもね、こっちもね、うん、おかしいっすね、だって445からダッシュっすよ、やほんま走る必要ないでしょ、本当に。しかも縦横無尽に駆け回るやついないよね、これやばいっすね、これだったらあれよ、もう、うん、やばいやつだよね、さあ敵死ぬまで止まんないやつです、ね、うん、これはマジでやばい、やべえよな、これに8方向レーザーもつけちゃってるもんな、うん、8方向だもんな、クロスウェーブとかも4発弱点だったら相当強いですからね、確かにマジ強いですからね、結構そうだよな、うん、今弱点多い敵いっぱいいるから、はい、なんで4発と結構ザラに当たるんで、うん、強い、これはちょっと、ね、紹介したくなかった、うん、正直、いや、まあ、あとあんまもう説明する必要ないかな、うん、うん、もうちょっとね、まあ、図鑑も3000超えてるし、うん、はい、2位、2位来ましたね、2位はちょっとね、はい、いや、これはね新世界作ったよ、はい、始まりますもんね、うん、これは今回平成が何でしたっけ、令和になったおかげで始まったじゃないですか、うん、始まった新世界が、うん、だこいつももうすでに始まってるんですけど、うん、まあ、なんか違うまた形で始まってくれるのかなっていうのはすごい言われてますよね、うんうん、こいつはマジ強いね、いやこれはひどいっすね、最強友情プラズマついて、そのサブ加速、超理想の組み合わせ、マジやばい、クシナガと一緒っすからね、うん、クシナガとか出た時プラズマやべえって言われてましたから、うん、でチェインメテオでしょ、チェインメテオもね、おかしいっすね、チェインメテオも壊れてっからな、壊れてますね、ボス一体の時やばいよね火力、うん、おかしい、マジボス一体の時に加速4本ぐらいあったりすると、うん、マジでやばい、これはまあ強いな、うん、始まりの時これでも始まってるよな、こっちもね、うん、全属性エナジーサークル出た時びっくりしたもん、びっくりしましたね本当に、はい、実質全属性に弱点を取れると、うん、もう最強かと、そうだよね、うん、で結構さ、その属性で5、うん、この5色で並んでる時多いじゃん、多いですね、雑魚とかボスが、あ、ありますね、そういう時にぴったり合うんだよね、うん、ぴったり合う、ぴったり本当にぴったり取ってくれるんだよね、はい、これはちょっとずるいよね、うんうん、もうで号令でしょう、ブレイブニューワールド号令もやばいよね、やばい、うん、引いてのタイプが一番強いから、引いてだね、うん、やっぱり自動で動かすよりも動 か,、うん、動かしちゃダメよ、やっぱあれ自分で引いていくのが、そうそう、引いていくのが号令っぽいじゃん、行くぞ、そう大号令でもそういうとこない、だ大号令は自動ってなんかさ、まあ行けよだもんね、そう行けよ、そう、うん、自分が言わなくてもみんながさ、うん、分かってるから言ってくれるけど、うん、引きるタイプは確かに号令だなって感じするもん、行くぞだもんね、そうやっぱ仲間って感じしますよね、そう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 、本当にそういうとこなんだよ、うん、こいつもレベル99まで行くのか、行く、こいつも行くね、うん、大概今回上げたやつはみんな行くんじゃないかな、あーそっか、最大レベルは99で、うん、じゃあ強いっすね、HE いいっすか、いきますか、
これ1位大丈夫かな、発表しちゃって、うん、なんかちょっと不安ですけど、不安あるね、うん、1位大丈夫かな、でも予想しなかった人結構いる可能性もある、ね、いる可能性ある、これ、うん、そうだね、予想してなかったんじゃないかな、うん、これ予想できたらすごいよ、1位当てた人はすごいと思う、本当にすごい、1位当てたら本当すごいと思う、はい、うん、まあ最強でしょう、最強ですね、もう引いてはもうね時代遅れ、時代遅れ、うん、本当動かさなきゃ、うん、号令は動かしてなんぼ、うん、動かしてなんぼよ動かしてなんぼ、触れる必要はないんだよ、触れる必要はない、本当にもう大号令っていう、うん、もうネーミングがつくぐらいですから、うん、でやっぱ砲撃型のもうダブルエナジーサークルになってないと、うん、意味がないっすね、いいっすね、うん、でやっぱ両方闇属性ってのもいいっすね、2つ出るのさんがマジでダブルエナサーは有能、範囲がやばいのと威力がやばい、うんうん、ブラストもなんだかんだねルシファー持ってるなら普通に強いになってますから、うんうん、超アンダメ入る前から3万の攻撃力よ、うん、これ強いでしょそりゃ、これは強い、うん、本当に強いっすね、これはまあでも意外に言われてないとは思うけどね、言われてないですね、うん、結構まだどっちかというと隠れ強キャラみたいな感じに、そうだね、なってるかもしれないですけどね、うん、これはね、まあ、重心化発表された時もねそんなになんか盛り上がらず結構必須、うん、なんかねびっくりしたね、うん、びっくりしたねって自分らとしてはあれ、うん、そうなんかびっくりしたもん、ほんと逆に、うん、逆にその前のねなんか他のキャラたちがすっげえ湧いたりしたけど、うん、湧きましたね、こいつはなんか別にお量が一番湧いてましたね、ああ、うん、そうかもしんない、うん、確かにあの時のそうだお量だってもねみんながなんかお量どうですじゃんみたいな、お量の中心か、俺そこの時分岐が多いですよね、お量に出して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 言ってたんだ、言ってましたね、そうだ、そしたらカットされちゃったんだ、うん、なんかね、うん、いまいち盛り上がらないけどその後からのでもこれがやばくて、うん、これがやばかった、これがやばかった、この手のひら狂うだね、うん、とんでもないよ、とんでもない、イラスト超好きだし、うん、まあこれはちょっと強いっすわ、強い、うん、使った人使ってみてほしいですね、そうね、これは意外にいるかもしれないんで、うん、ちょっとこれは確かに、うん、使ってほしい、持ってる人はちょっと使ってほしい、使ってほしいですね、うん、はい、はい、というわけで、まあ、今回1位がね、うん、ルシファーだったわけですけれども、うん、個人的になんか番外編とかあります？ありますね、うん、僕ちょっと光属性の、はい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 、はい、まあ、最近ちょっと重心化したんですけど、うん、まあ、これ僕ちょっと正直10位入ってほしかったかなと思って、あ、マジ？でも今出たキャラの中でも最強部類入るかなと思って、結構下の方なんですけど、うん、3971、うん、はいはいはい、やっぱね、うん、強い、攻撃力がまず3万じゃないですか、うん、こっからゲージなんですよね、やば、うん、でそれに対して闇属性キラーを持ってておかしい、ダブルエナジーサークルってまあこれルシファーと同じなんですけど、同じじゃん、そうなんですよ、でそれがマジ強くて、うん、うん、ほんと強くて、これ遊撃エールつけて、うん、紋章つけて、うん、ディルロッテでバフかけて、うん、敵の闇属性の敵に対して、うん、対闇極みもつけて、うん、ダブルエナジーサークルが重なるところが弱点に当たるとマジで強い、うん、これ間違いない、これ強いよね、で SS はまあ結構気づいてる人いるんですけど、うん、これ壁ドン SS って言って、うん、壁に触れるたびに結構上がるんですよね、これなんか意外に知られてないよね、知られてない、みんな普通に壁触れないこと多くない、うん、壁触れない、壁触れないで、ほんと触れない、壁触れないで敵だけ殴る、うん、そう、敵と敵との間で結構カンカンしに行く人が多くて多いよね、これちょっとね、うん、これなんかぜひ確かに壁に触れてほしいね、そうです、フルコマンディアっすよフルコマンっすよこれマジ強くてエボルブだから、ほんとだと、これも SS も、うん、弁財天進化3体の組み合わせるのがおすすめっす、わあ、うん、やばいねそれ、弁財天3体の相性いいわ、確かに、をまあ使ってあげて、うん、壁を稼いであげて、うん、まあ敵の弱点当ててあげると結構強いっすね、うん、まあ、壁なくても強いっす、うん、壁なくても強い、あとシールドで、うん、ほぼ全部の攻撃防げるんですよ、間違いない、はい、それは間違いない、それがマジでやばくて、うん、普通に即死とか即死じゃないんで、うん、こいつはだこいつ4体で言ったら即死0ダメージとかですかね、うん、平気でシールドもまあ出るしね、出ます出ます、こいつのシールドに関しては、うん、3回中5回ぐらい出るんで本当にマジで強いですこいつは
サビ以上も、うん、チオも知られてないな、知られてない確かに。マジ強い。残念。結構最近なのにね。最近なのにね。うん、やっぱサラマンダの重心からね、どうしてもインパクト強くて、もう全部打ち消しちゃったんですよ、ね。間違いない。うん、サラマンダー最後あたりがだいぶインパクト強かったです、うん、盛り上がったから、うん、からね、チオはちょっとみたいなね。え、ありますビルさん。自分はね、自分はちょっとあるんだ。あ、マジですか。そう、それも知りたいな、面白そう。やっぱりやっぱりあるんですよね。あー、こいつ、これね、知られてないね。ランキランがむっちゃ当たるんですよ。あー、まあこれ実質ランダムなんですけど、うん、大概でも実は隠れロックオンみたいな感じで、ね、うん、7発中、うん、7発は当たるですね、うん、はい、どこにいても当たる、うん、当たりますね。結構なんかこれあれですよね、あのこれ球種違いますよね。違う毎回ね、本当に違う。でだからでしかもこれ、うん、この前情報修正あったけどいいのと思ったの、うん、ね、マジで結構隠れ情報修正、そう、タイガーゆっくり出てるじゃないですか。タイガーゆっくり出るし、うん、で自分の、ね、SS でもあの弱点出現させて、弱点出たらまあ当たりにいくんで、ランキなんかね、うん、これはやばいよ、艦隊組んだら。確かに、うん、ランしないもんな。そう、これはマジ強い、うん、これだけ強いね。超越地味もあるんですもん ね。そう、こいつ殴りもやばくて友情も強いんですよね、うん、地味にバケモンやな。バケモン、バケモン、こいつバケモンや。バケモン、ランキなんはちょっとマジ修正来るかもしんない、正直なところ怯えてる、うん、確かに、うん、来てもおかしくない、来てもおかしくない。発数は減らされそうですよね。発数減らされるか、うん、2発とかになるんじゃないですか、うんうん、ちょっとね、当たんなくなるかもしれない、もしかしたら。あー、そのパターン、そしたらちょっとバランスよくない。あー、いいっすね、これ当たってるから確かに、うん、これ、そう、今のこの威力で当たってるから、うん、やべえよってなってるけど、これが当たんなくなったらみんな納得するかもしれない、うん、当たんないんだったらじゃあ全然 OK っす、うん、全然 OK っす、うん、あ、まあこんだけ殴りついたら OK っす、そうそうそう、殴り OK っすなるかもしれない。それバランスいいっすね、バランスいいかもしれない、ね、うん、修正してほしいね、うん、あ、やっぱいけるよね、ギガマン、ね、ギガマンは最後のロボットとかやっぱランキーになってくれるのは超でかそうっすね、うん、人も高いですもんね、めっちゃでかい、うん、ギガマンいけたらだって、うん、ミシャモンテンいけるから。確かにね、うん、ミシャ取ったらもう全グリか。そうね。ノアと一緒だし、ね、うん。はい、うん。というわけで、うん、ちょっと長く、ちょっと長くすみません。長くなりましたけれども、うん、最強ランキングこれやってまいりましたけれども、うん、はい、皆さんのね、うん、もうあれがこうだ、ここがこうだとか、うん、今の最強ランキングちょっとね、教えていただけると、うん、あの令和になってから参考になると思います。はい。うん、でも面白かったな。いや面白かったですね、うん、やっぱランキング改めて作ってみると、うん、まああと今回ちょっとね、いろいろ何も考えず本当に強キャラ並べちゃったんで、うん、持ってない人から、確かにね、ちょっとあれかもしれない。基本限定キャラだったから、そうですね、申し訳ないですけど、ほぼそうっすね、うん、そうっすね、そうっすね、ノア以外全部限定、うん、あれだったけど、うん、ぜひちょっとね、いやまあでも確かに久々に最強ランキングちょっと改めて見れて嬉しかったですという人は、うん、ジャントル君よろしくします。では今回もゲームイズアレスタジオ5からお送りしました。ナウシカワでした。ご視聴ありがとうございました。